はい、始まりました。ザ・ノイジーズです。どうも、よろしくお願いします。ビッグニュース。北斗の拳がアニメシリーズとして、またアニメになりますよっていうことニュースが上がりましたんで、それについて、もう日本随一の北斗の拳マニアの、大ちゃんとですね、今日は語っていきたいと思います。お願いします。都合だから、1回でしょ ?2 回でしょ ?3 回、4回目になるのかな?一応ね、だから、ケンシロウ役を、皆さん多分そこ飛んじゃってると思うんですけど、阿部寛さんの前に小安さんがやったバージョンもあるんですよ。1本だけ。あれでしょ?で、阿部さんがやったやつでしょ?小安さんですけど、終わった部分は相当、素晴らしかったですよ、あれね。続けばってことでまだね。まだで、あれね。ですけど、今、ネット情報だと、歴代ケンシロウは、神谷さん、小安さん、川本さん、小西さん、橘さん、まあ、阿部寛さん、石川さん、黒田さんって、なんか、2、4、6、8人、神谷さん入れて。だからパチンコとか含めてですよね、そうそだれね、ね。多分ね。アニメの声優さんっていうんだと多また分、ちょっと減ってくるよね、これね。そうですよね。いや。人類の進歩って一体何だったのかね。さっぱり新作が聞こえてこないよ、なんかね。もうジジイが死ぬ頃に向けて、ジジイが子供の頃に見てたやつをやるっていう、もうしょうがないんじゃないですか。だもうあれから、ね。その、結局今のオタクは、後のね、子たちにこうやって手渡すんじゃなくて、もう抱えたまま、抱えたまま墓場ね。に持っていくって。だから、ジジイたちのものはジジイたちのもので完結させるには、もう死にそうなジジイたちにうまい餌をぶら下げるってことでしょ。50歳のクソジジイが小学生の頃のね漫画ですよ。え。いだって、や僕10歳ですよ。だって10中歳。学、いや、そっか、中学か高校かどっちかぐらいか、漫画が始まった時は。今までなんか本当にゲームとか、何本そうかっですてのはあっね。たけど、しかも原作、久しぶりにちゃんと原作に準拠してやるってことだからね。神谷明さんは本当にすごいキャラクターやってるよね。気がつけば神谷さんだからね、ほんとね。だって、もう、不動の、なんていうんですか、揺るぎない、しかも、いまだに愛されてるキャラクターを3人もやってるわけじゃないですか。そうだって、ね。言ってみりゃ、ジャンプだけでもでってことでしょ?ジャンプだけでも3人やってるわけじゃないですか。だって。しかも主役でしょ?脇そうだ役じゃね。なくて主役ですからね。だって。で、それで、いまだにやっぱ神谷さんがいいって人が、まあ、これはもうあれですよ。ガまあンダ世ム代のアのムロね。とシャアと一緒。一緒だけど、やっぱりあの声じゃないと嫌だって人は、やっぱいるわけじゃないですか。だって。また神谷さんがさ、衰えてないからね、声が。まあ、そうは言っても、往年の声量が出てるわけではないから、だから、あたたたたの部分以外の、やっぱ普段の喋りの渋い声は、昔は作られてやってるじゃないですか、もちろんですけど。だけど、今なんか本当ちょうど良くなった感じなんじゃないですかそうね、ね。逆にですけまあど。もう、お呼びがかかったら多分普通にあたたたもやってくれると思うからね、神谷さんは。ね。東映が作ったね、テレビアニメと、あと劇場版。声もさ、まあまあ、キャストはもう多分、まあ、ちょっと大人の話が出てくると思うんで、もうね、これはあると思うんだけど、いや、あれですよ、劇場版の予告編では実現したゴア描写。これね、まあ、どういうルートでやるかっていうのはあるんだけど、もうテレビは逃げちゃったじゃん。なんか逃げたっていうか、テレビ独特の演出であれをやったじゃないですか。どうすんだろうね、今回ね、これ。ネットフリックスとかね、そういう配信サービスでやる分には、まあ、視聴年齢が、ね、できるから、そういうのがあるのもあるんじゃないですか。まあ、ワンピースまあのね。実写もそうでしたというけかもど。さ、北斗の拳の映画の時の予告編でははっきり見えたじゃん、なんかあれ。輪切りにしてたね、ということは。メリメリとかね、ズボンとかバツンとかピシューっつうのはね。そう。あの時は、なんだよ、これって変な、なんかタイムボカンみたいな、ビヨーンみたいになりやがってと思ったけど、この年になったじゃん、もう55。あれはトゥーマッチだよね、多分あの演出やるのはね。あれはやっちゃいけないよね。やっていいってなったとししてもなんょうかがない、しょうがないです。だってあれ、ぼかされてないもん、余計際立つんだもん、あれやると余計にそういうのが。あの時はチーって思ったけど、
なんかもうテレビでやったあのバージョンぐらいでいいなって思うよね、今に思うとね。やっぱり真っ黒になって、ま、後ろ真っ赤にして、そういう部分は全部黒くして潰しちゃうっていう、やり方、やっぱ大人ですよ、考え方が。当時子供だったからね、なんだよ、これ、革ジャンじゃなくてジージャンじゃねえかよって散々ぱら、臭い文句ガキが言ってましたけど、おめえに書けんのかって言われたらそれまでですから、だって。劇場版でね、本当に革のつなぎの風な絵柄にしてくれたし、で、ね、当初言ってた、ほら、ゴア描写っていうか、まあ、本当の、いわゆる漫画で見る北斗の拳のようなアクションもやってくれたからね、そこはね。で、それにプラス、ラオウ軍団のショッカー軍団みたいなのが出てきて、バスバス切られて、ぐちゃぐちゃにされるとか、ああいうプラスアルファもあったから、あの当時ですよ。いや、もうしょうがない。もうアニメだからって。そこは僕はもう大人でしたよ。そこ、もうだってアニテレメビだ版もん。はね、所詮は、つって。テレビ版はものすごい美麗アニメ、美麗作画になるときとそうじゃないときの落差が楽しいからね、あれはね。あれ誰でしたっけ？有名な方とね、作画監督の方が有名な方と、メインの方と、あとどうしようもない回が、その3つ ものす交互でご繰いりから返すかね。らあれです。まあ、あの時は俺ビデオデッキ家にあったのかな。いや、夢中になってみたな、北斗の拳はね、アニメもね。その当時も2強ですよ。北斗の拳が先行で男塾でしょ？で、テレビでもやり出したじゃないですか。で、男塾はもうほぼ打ち切り状態でアニメ終わっちゃいましたけど、やっぱり、ま、その漫画のね、皆さんがね、パキさんもほら、全然覚えてないよっつってた、ラオウっていうか、カイオウがね、修羅の国行った後の、あの後にあったの話って言ってたじゃないですか、だっだって、て。悔いなしでおしまいだよ、もう。だって、あれ、明らかに。いや、泣いたよ、兄俺貴は。に会っだって、た、あれ読んで、だだかからなんか、兄貴に会ったような気もするけど、その先、子供とか、ラオウの子供とかって言ってたでしょ、だって。どうする？海は渡った2の方のやつだったりしたら、今回、原作準拠って言ってなんだそれはね、それはそれでありかもしれないですよ。いきなり浜辺で、ファルコがこんななってやられてて、修羅人道って、おかっぱのこいつが出てきたら、嘘ーんってね、どう見てもコブラのサングラスと格好したケンシロウが、でーんでーんって出てきたら、もう。まあ最初の G ド666とかですね、あるじゃないですか。あとカーネルとか。なんかね、初期の俺がちょっとすごく夢中になった頃の、あいつらを今の画質で見たいよ、なんかね。だね、俺違う。アニメ化でしょ？俺はダね、メ？もう一回実写化？もう一回やりませんか？いや、もうそれ一結構回。舞台化やってたんだね、これ。で、今、ワウワウで今度またね、やね。りますよね。伊藤英明さんも、北斗の拳をイメージしたやつやったよね。やりましたね。世紀末。あれしは映画になったやつでしょ？映画になったやつでしょ？で、鍛えてたら、いや、お前ら必要なくなったからいもういよ。世紀末来なかったか好きらっにてやなれるよっんて。で。これどうなのかね。やっぱ、1999年なのやりまかす？な。それ。もう滅んでいたかも。今のね、そういう大災害のトレンドは、オカルト界は2025年なんですよ、今。来年？あ、再来再年？来年、2025年にもう本当にいろんな予言をする人が、全部2025年に何か起きるっていうことが今一番そこの、あれなんですよ。トレンドなんですよ、今だから。それいつからなんですいや、もうここ1年ぐらい俺が見てる間で全部、とにかく2025年に何かが起きるっていうのがみんな、言ってるっていうことになってるんですよ。だって、それもだってコロナ起きて戦争起きりゃ、それは誰だってそう言いたくなるでで、しそのょ？前だっがてもう。2012年ですよ。だから、マヤのは。そうか。あれね。もうそっか、次みんはな忘れ一て応るね、ね。だからこれから作られて、それからの設定ってなると、俺的には2025年なのかな、みたいな感じじゃあ、あの。れ？スマホなんて何の役にも立ちゃしねえよってやるの、こうやっあ、て。そうだね。だけど、お金もないからね、そう、もうやってそれで電子マネーになってくるからさ。そう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 。
まあ普通は宝石かなんかでしょうけど、多分ですけど、その役にも立たねえっつって。まあ、金の延べ棒とか、まあ、そうかもね。ね、そうですね。今、この後ろにあるキービジュアルが発表されただけで、まあ、どういった規模で、どこで、誰がキャストやるのかっていうのは、ね、全く発表されてないんで、そうですね。まあ、原さんかなんかのコメントの中でも、キャストの皆さんが今、一生懸命頑張ってらっしゃるみたいってこと言ったから、まあ、もちろん動いてるんでしょう、これはね。だって、申し訳ないですけど、もういないですからね。私は、まあ、神谷さんいらっしゃいますよ。神谷さんいらっしゃいますけど、他の方々が軒並みいらっしゃらないですからね、だってまあちょっとね、今までも声優さんがね、やられたんですけど、まあがっぷりと、まあツークールやったらすごいよね。ね。いや、そうですよ。本当に。まあもちろん話はかなり飛ばしちゃうと思うけど、まあもしくは何々編っていうところだけで二十何話やるとかね。まあだけど俺的には、カーネルみたいね。ニードルナイフ、サージが。カサンドラの獄長みたいね、俺はなんか 聞こえんな、聞こえんな。見もたう、あいれ、ね、ほんと。言っていいですか？結局悪者が見たいんでしょ？ひどい悪者が、もう親父が見たいんでしょ？だから。で、そこでしょ？別に、ケンシロウがかっこいいとか、ラオウがかっこいいとかじゃないでしょ？俺そがれ。一番夢中になった頃って、まだ話の核心になってくる、まあすごくまあ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 。英雄豪傑たちじゃなくて、小物が好きなんですよね、俺はどっちかっていうと。ダイヤとかスペードとか、まあ俺も含めてハートとかね、いっぱいいますからね、そう。本当なんだっね。け、騎馬一族だっけ？そうですね。騎馬一族とすら俺の中ではもう結構あれさ、話になってくると、あれって小物だけどメインストリームに関わってくる敵役ちゃんだから。ああいう人たちじゃないのがいいよね。ものだっすごいて、巨人の弟を連れてるあいつ。ジャッカル。お前は俺の弟なんだって。で、マザーって、あいつの写真、刑務所にいるときに盗んどいてよかったぜ。おい、じゃああいつ見たい、あれの回見たい、今の技術で。だって、あの巨人が泰山寺拳法の達人って意味わかんないじゃないですいいじゃん、あれ。もうちゃんと手をつか。けてくれ、兄貴っつってこうやってガシッてやられてさ。おめえは俺の弟なんかじゃねえ、ボバーってなんで。見たいよ、もう ね。2020年代の技術で、それ。いや、まあ、あれの前に行くには、やっぱバットの育ての親のおばあちゃんが殺される、ジャッカルに殺されるシーンがないと、あそこが笑いや、えないもうんですそよ、やっっぱかり。らちゃんとやってくれないと、それは。マジで？ああ、やっちゃそう？う、ややっっちちゃゃって、う？まあ、だからね、まあ、多分これは無理でしょう。絶対、みんなが好きなエピソードのあたりをクローズアップしてやると思うんだけど。いや、それは飛ばしますよ。だって、昔やった映画版の北斗の拳だって、騎馬一族のシーンはラオウに、瞬殺ですからね。ね。だってあいやー、そのあたり。れ。まあ、だけど、一番いいのはさ、やっぱり第1話の G666。ごめん、あいつら正式名なんだっけ？あいつらいや、は G 得ドだでよいいんですよ。ね。あいつらはさ、何やったって最初からやろうと思ったら絶対出てくるからね、あれね。もうだから、こういう世界観ですっていう説明で、まして巨人じゃないですか、あいつも、あいつで、だって。あれもね。いあと、や種まー、きじいさんの話とかね。まあいいけど、その話は。ためもめ、これがあれば米ができるんだ。ピートに、どう考えてもマッドマックス2のホモにやられるっていうね。だけど、あれもフューいいリーよロードね。はね、種まき老人パクったからね、あっちから。そうなの？そうなの？そうなの？俺は勝手 に俺逆転も。現象が起きてると、俺は勝手に思ってたよ、だから。言っていいですか？もう俺、フューリーロード、おっぱいのくだりしか覚えてないんだよ。まあ、マッドマックスもね、もしかすると、なんていよいよ、フィリオさんの話とかでまたああ、動くそかうもしれないですからね。ですね、そうね。まあ、そんな感じでね、もういよいよ世紀末イヤーが始まったということで、ぜひね、これからまた、この後詳しい情報が発表されましたら、またね、北斗の拳マニアの大ちゃんと、ちょっとまた、その情報を元にして語ってきて、そちらもぜひお楽しみにということで。はい、ということで、今日ね、速報的な、回でございました。はい、こうやってね、もう毎日アンテナを張って頑張ってるチャンネルですので、ぜひね、動画の高よろ評しく価おとチ願ャいンネしルま登録、す。何卒よろしくお願いいたします。お願いしまということで、す。次回の
北斗の拳でありがとう。バシュ。ありがとうございました。Welcome to this crazy time! コメント待ってます。